和田をこう下ろして塩を振って締めて酢につけるんですけども、まず小肌をあの下ろしてください。頭の方を持ってまず鱗を取ってから下ろしてください。 Now, so you hold the head and you remove the scales. 分からなければすぐそばに寿司シェフ の方がいますので聞いてください。 There will be lots of sushi vegan chefs walking, going around. So if you need any help, just raise your hand and just they will help you.で、できた人から手を挙げてください。そしたら総評しますので、 If you are done with the rolls and the leaves, then raise your hand because the I'll come and tell you comments. はい、のりこっち、はい、はい、もうどんどんやっちゃっていいですよ。どん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 やってください。で、できた人は手を挙げてください。あの、評価しますので。はい、はい、はい。うん。全体的に悪くないですね。うん、どうしても、まあ、白身なんかの場合は薄いから形がちょっと変わってきちゃいますよね。全体的に同じような形で握ってあげる。だから、más delgado, entonces esto tiene una forma, claro, diferente, no es regular, no, no es homogéneo con el resto. 巻き物がどうしても斜めに切られてるからあるから。で、ご飯がどうしても潰された形になってる。だから、ご飯をもう少し柔らかく置いて、クッと締めてね。この卵なんかは綺麗に握ってあります。ただここのところが大きさがちょっと違うような見えますね。I think they are, yeah, they are different because you use different fishes. で、ネタの大きさなんかもちょっと違った部分もあるから、だからそういう時はね、ちょっとね、自分でこういう形になれば、ね、あの全体的なイメージ合うと思うから。ね、だからそれをね、こうあの気をつけていけばあのいいと思います。全体的にこうねスムースですよね、うん、おちゃんとに巻物きれいに巻きましたね、うんうん、ここら辺もどうしてもこう形的にバランスがちょっと崩れてるけれども、どうしても下の方のシャリが同じ形になってないっていう部分があるね、うん、だからこういう形だともっときれいじゃないですか。それがスムースにいけば流れるようなイメージでね、うんうん、そうすると綺麗な寿司になると思います、うん、決して悪くないですよ、うんはい、握り寿司は同じ形になってるからいいと思いますよ、うん、あとはシャリの形が、うん、あのあれですね、スムースな形になった方がいいと思いますね。できればこのような形になれるといいと思う。こっちはいいよ、うんね、これがですね、こっちとこっちが本当だったら同じになくちゃいけないの。本当はこういうふうに両方がね、こっちは表だけどさっきは表が中に入っちゃってた。でこういう寿司は握ってあげた時にこのペタってなってないで、寿司のラインがもう少しきれいに出るように、うん、努力してくださいね。はいはいね、お、なんかお団子みたいな、ビッグマック食べてるみたいな感じになっちゃうから、ねうん、お寿司ってもう少しね、この部分がもっとね、うん、そうね、で、うん、こういう方がね、食べた時も食べやすいだろうし、うん、それで美味しいね、うん、あのね、寿司はね、握る時ここのところなの、ここ、こっち、もっとこっち、うん、そう、それでこうなの、うん、ここで握るんだ、ここで、はい、そうすることによってほらこの形ができるから、はい、ね、だからでこう、うん、こういうふうに、はい、そうするともっとね、あの食べやすくて、はいうんはい、あのバランスがあるからね、うん、そのバランスをうまくやってください、はいはいね、でもこれだとね、あまりね美味しく感じなくなっちゃう。ご飯の粒が一粒一粒が見えるような形の巻き方をする。優しく巻いてあげると口の中に入れた時ご飯がきれいにほぐれてくるから美味しくなる。そういうのをあのイメージをしっかりと持ってやれば
いい寿司ができるようになるから、うんね、はい、努力してください。はい、ね、はい、はい、はい、なんか綺麗な寿司作ってるね一生懸命作ってる ね、うん、ね、あ、いいね、いいねちょっとここがこうなんていうけどね、ね、ね、うん、でもそれもね、だんだんね、勉強だからね、うん、はい、悪戦苦闘して作った人もいますけれども、基本的な寿司の作りを終わります。